佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤議員をお迎えして、今朝はこのテーマです。ヒゲの隊長に聞く日本の防空能力。1月26日に航空自衛隊の F4 戦闘機の後継機とされる F35A ステルス戦闘機が青森県の航空自衛隊三沢基地に配備されました。この F35A という戦闘機はですね、活発化する中国ですとかロシアの領空侵犯への対応、あとは朝鮮半島エリアの監視に用いられることになります。そしてその F35A 配備記念式典というのが先月24日に青森の三沢基地で行われました。佐藤さんはこちらに参加された。はい、そうですね。いかがでした？非常に感動的でした。実際に自衛隊だけではなく、アメリカの政府関係者、はい、そしてまたこの開発に携わった日本の企業の関係者、そしてまた三沢の地元の方々も参加をされて、非常に印象的で感動的な式典でした。はい、ただ戦闘機の配備の式典というのは18年ぶりなんです。これ寺島さんどう思います？世界第2第3位の経済大国の日本が、しかも周辺化には厳しいという中で、戦闘機が F2 戦闘機から18年後にやっと初めて新しいのが入ったと。これやっぱり非常に課題も大きいと思います。ただ実際ステルス戦闘機というのは敵のレーダーに映りにくいという最新鋭の戦闘機なんですけども、その戦闘機に日の丸がついている、日本航空自衛隊初めての日の丸がついたステルス戦闘機というのは、私も見ていてなんかジーンとくるものがありました。それこそ毎年とは言いませんけれども、アメリカ見ててもヨーロッパ見ててもですね、飛行機ってのはね、その時その時でどんどん新しくなっていく、性能が勝敗の結果に相当影響するという時代ですから、で18年間ないということは、やっぱり日本の国内の技術基盤、これも維持するのも難しいんですよね。そうですね。ないと、もう戦闘機が作れない、そういう国になってしまう可能性がありますし、実際、今、皆さんがよく乗る、ボーイング787ってありますよね、旅客機。あれの素材、単素材も、F2 戦闘機から来てるわけです。いうこともありますから、あるいは、車で衝突防止のためのレコードありますよね、僕ね。あれなんかも、F2 戦闘機のレーダーから応用できてるんです。いうふうに、自衛隊で作った、そういう、戦闘機の技術を民間の方に転用するっていう観点でも、技術の伝承って非常に極めて大事な分野だと思います。まあ、少し逸れるかもしれませんが、GPS というのだってね、あれ軍事目的で。そうです。インターネットもそうですから、もともと。そうですよね。はい。はい、さて、この、今佐藤さんがおっしゃった F35A 戦闘機というのは、まあ、ステルス、レーダーにこう映りにくいという、その他にもいろいろ優れているところはあるんですか？この F35 は、やっぱりネットワークと言いまして、それぞれの戦闘機、あった場合、それぞれが見ている、画面が一つの画面になってしまうと。要は一つの画面で目標配分ができるというネットワーク性に優れているので、非常に戦うときにおいて非常に効率性が高いというふうに言われておりますし、さらに F15 の場合は戦闘機対戦闘機、対空戦闘が主体なんですが、この F35A というのは、その他に対空戦闘機能だけではなく、船、敵の船を攻撃したり、地上目標を攻撃するといった多目的、マルチロール戦闘機って言われてます。そういう特徴があるんですね。はい、あとはですね、F35A というのと F35B という戦闘機があるんですが、これは何が違うんですか？実は C もあるんですよ。C もあるんですか？そうです。A というのはまさにアメリカでいう空軍が主体で使うようなマルチロール機。はい、で、B っていうのはアメリカの海兵隊。海兵隊が主に使っていて、要は短い滑走路で離陸できる、あるいは着陸はそのまま垂直で降りれるというものが、特性があります。ただ若干、F35A に比べると、搭載できる弾の数とか、あるいは航続距離には若干劣りますけども、でもかなり優れもんで、C というのは海軍が使うことを、特に空母艦載機で使うことを考えて作られている戦闘機、これは F35 の C と。はい、それぞれがやっぱ特殊ステルスですから、要は相手のレーダーになかなか探知されにくい、だけどこちらのレーダーはいいものがあれば向こうが見えると、こちらが探知されない間に相手を見つけて攻撃をすると、つまりファーストルック、ファーストキルというのがコンセプトのようです。そうなんですね。まあ、ただそういった今お話をお伺いしていると、高度な技術を搭載している戦闘機ですけども、まあ、これ当然値段も高いでしょうし、維持費などもかかるわけですよね。そうです。F35 も量産体制に伴って値段は下がっておりますけども、
最初自衛隊の導入した時は170億円も超えたこともありました。一機ですか？一機です。それで一機170億。はい、で、今年度予算では上がって146とか107億ぐらいになって、30年度の予算、はい、来年の予算は1機131億円で今要求していると。はい、これは円の為替相場もありますけども、年々少しずつこう下げているという状況にはあります。ただ、高性能戦闘機ですので、当然、価格が高ければ、維持整備する、つまり部品も高くなりますから、その面で言うと非常に高額というのは間違いありません。ただ、やはり日本の防空能力あるいは日本の空を守るという観点ではやはりいい戦闘機ではないと、つまり性能が高い戦闘機ではないと守れるものも守れませんから、それにおいてはやっぱ必要な戦闘機だというふうに思います。それを導入することによって相手も嫌がるわけですよね。そうです、戦闘機が知らないうちに見つけられて、場合によっては攻撃されてしまうわけですから、それは非常に抑止効果は高いと思います。抑止効果が高いんですね。現在日本では F-35A のですね、この戦闘機の部品、これを調達して国内での最終組み立てというのを行っているそうなんですが、これをアメリカから完成機として購入すると1機当たり、3000万ドル、日本円にして30億円以上節約できるという、こういう話もあるようなんですが、これはどうですか佐藤さん。確かにね、完成品を輸入したら安くはなりますが、先ほど言ったようにどんどん価格が量産化に伴って下がってますよね、そうなるとそんなに完成品であろうが国内で組み立てようが、そんなに差はなくなりつつあります。ただ完成品の方が若干安いのは間違いないと思います。一方で、完成品を買ってしまったら、国内の産業基盤、技術基盤が維持できないと。いざという時に修理したいと思っても、国内で修理できる人がいないと。もうノウハウがわからない。会社がないというのは、日本の防衛にとっては極めて大きな影響が出ますので、そこは安ければいいというものではなくて、やはり日本の防衛にとっては、整備能力、技術基盤というのも大事な要素ですので、そこはしっかり考えながら対応すべきだと思います。いろいろなことを考えなければいけないということなんですね。そうね。自分の国で直せないというのは、それは難しいです。例えば、寺島さんが乗ってる車が壊れたと。部品をアメリカに要求して、アメリカまで車で、部品が車で乗れないと困るでしょ。困りますね。まさにそれと一緒なんですね。さて、一方でですね、そんな中、その昨今自衛隊の保有するヘリコプターの部品が落下したりだとか、あと米軍機が日本の上空でエンジントラブルを起こしたりという事故も相次いでおります。先月の6日、陸上自衛隊の西部方面の航空隊の所属のヘリコプターがですね、墜落、炎上、これが佐賀県の神埼市の民家に落ちました。2人の操縦士は死亡、そして少女が怪我をしております。また、自衛隊のヘリコプターの部品が飛行中に落下したなんていうニュースも千葉、あと大阪でもありましたね。さらに20日にはアメリカ軍の三沢基地所属の F-16 戦闘機、こちらがエンジン火災を起こしまして、基地近くのですね、小川原湖というところ、シジミ取りでも有名なその小川原湖にですね、燃料タンク2個を投棄して、その燃料タンクがシジミ漁をしていた船の近くに落下したという、こういう事故がありました。こういった事故があれば、やはりその落ちたところ、もしくはですね、墜落したタンクが落ちたなんていう周りの方々ってのはものすごく不安になるのは、これは至極当然です。佐藤さん、こういったこの事故は何かこう最近多いというふうに感じてしまうんですが、いかがでしょう。まさに今回の事故によって多くの方々にご迷惑をかけた、これは政府としても本当に真摯に受け止めて謝罪しないといけないと思います。ただ一方で、実際この中でですね、周辺環境が厳しくなればなるほど行動が増えるわけです。行動が増えれば増えるほど訓練をする時間も少なくなる、また使用頻度が多くなれば整備というものも負担が大きくなる、いろんな要素が多分絡み合っていると思いますけれども、ただ飛行の安全というのは全てに最優先する事項でありますから、これはしっかりと我々も自衛隊や米軍の方に飛行の安全が大前提であるということは繰り返し今伝えておりますし、そのための体制強化ということも今求めております。小川原湖の事件につきましては、私も小川原湖の方に昔行ったことありますし、あるいは三沢の方での F-35 の式典に参加したときにいろんな話を聞いてきました。これしっかり自衛隊と米軍が連携をして部品の回収なり、あるいは油の回収なり終わった後、今シジミ漁とかワカサギ漁が止まっておりますので、それに対する保証、これはしっかりやって、また原因究明再発防止もしっかりやるということが大事だと思います。今回のこの原因はですけれどもね、やはりそれだけ頻繁に離発着してるっていう状況なんでしょうかね。周辺環境が厳しくなれば当然それに伴っての行動も
あるいはそれを裏付ける訓練というのを頻度が高くなるというのは当然だと思います。まあ、その因果関係はまだなかなか分かりにくいんですけども、ただ非常に現場が忙しくなっているというのは間違いないと思います。あ、そうなんですね。